さあ、今日もヒーロースキン使っていくか。よし。どういうことだってこれ。なんで使えなくなったんだろうか今回は。普通に強いからって理由で消されたんだろうな。あ、うるさいよ。ヒーロースキンは特に白と紫とグレーが強すぎたんだろうね。それで消されたみたい。やば。よし。特に白のアンチガイのワンボックスがもう見づらすぎた。それが原因だね。完全にでも他の色でも使えなくされたからちょっと悲しいな。ヒーロースキン大好きだったのに俺。なんか来る。ノーマルモードでしか使えないとかもうさすがに返品したいな。多分来るんじゃないかな、もう一回返品。ちょ、うるさいよ。パリピの街になってしまったな、ここ。いや、どのスキンメインで使おうかな、これから。競技感あってよかったよね、あのヒーロースキン。めっちゃシンプルで、他のスキンなんか言うて細いスキンでもなんかアクセサリーとかついててチャラチャラしてるからさ、いいスキンがないんすよね。敵どこ。将棋スキン強くね。このスキンめっちゃカモフラじゃね、ここら辺のエリアめっちゃ動画してるけど。暴れた。謎。ジャンパー弱いっすよ。いや神だね、ジャンパー真ん中ぐらいに置いてくれたら。移動しやすすぎる。バンディー、スナイパー上手くなりたいんだよね。150m ぐらいの距離までなら 90% で当てたい。ミニブッシュ、ワンちゃんいるぞこのブッシュ。ノープ。この距離はきついな。 200m 超えからはね、未知の世界だからね、スナイパーのエイム。エイムというか運が絡みすぎてるけど。いや、今の止まってるから頭当てないとな。これ射程範囲内、150m 以内。もう一人は瀕死？危な。誰も持ってねえジャンパー。まとはいないですか。バレてる。これ近寄りすぎかな。 150m ぐらいの練習したいんだよな。あ、ハイエナしてるのか。
美味しそうで草。楽しそうに遊ぶねチャグキャノン持てない、スナイパーもしたい。この足音って作り出せるんかな、普通のプレイヤーでも。パッとのちょっと倒しならワンチャンいけるんじゃないか。ちょっと遠いな、アンチ行こう。スナイパーの時間終了だなこれ。ちょっと飛びすぎでは。で、どっから飛んだん、しかも。
Thank you.